界もない時代に、こんなに大きなものを作れるなんてすごいわよね。私だったら、絶対に途中で挫折しちゃうわ。どうしたんだ霊夢。あ、マリサ。今、古代遺跡の特集を見ていたの。場合によっては、何千年も前から巨大な建造物を建てていたと思うと、すごいなって思っちゃったわ。私も考古学は結構好きだぜ。ちなみに霊夢は、どんな遺跡が好きなんだ？遺跡とは少し違うかもしれないけど、モアイが一番好きだわ。なんとも言えない表情の巨大な石像が並んでいるのは、ミステリアスでとても魅力的だもの。人の手だけで、あれだけ大きなものを大量に作ったという部分も、謎めいていていいよな。今でさえ、あんなに巨大な石像を作ろうとしたらすごい労力がかかるのに、当時の人たちは、すごく大変な思いでモアイを作ったんでしょうね。あれ？そう考えると、なんだか少し心苦しく感じてきたわ。だって、労働条件が悪い環境の中、無理やりモアイを作らされていたなら、その労働者たちにとって、モアイはあまり良いものではなかったかもしれないもの。まあ確かに、今となっては当時のことを正確に知ることはできないため、どのような思いでモアイが作られていたかを、私たちが 100% 理解することはできないだろう。だが霊夢、モアイを作ることは、労働者にとって単に苦痛を伴うだけのものだったわけではなく、むしろ、モアイを作ることによって、救われていた可能性も十分あるとされている。さらに言えば、モアイ作成は当時の農業において、かなり直接的に貢献していたことが、最新の研究によって明らかにされつつあるんだ。モアイが、農業に対して直接的に貢献していたって、どういうことかしら？気になるから、詳しく解説してもらってもいいかしら？わかったぜ。というわけで今回は、モアイ作成について、科学的な観点から解説していくぜ。よろしくお願いするわ。まずは、モアイとはどういうものなのか、基本的な部分を説明しよう。モアイは人間の顔をした石像彫刻であり、イースター島と言われる、沖縄県の宮古島と同じくらいの大きさの島に、1000体ほど存在している。そして、モアイは地球上でイースター島のみでしか見ることができないわけだが、このイースター島という場所は、かなり極端な立地をしていることで有名だ。それってどういうことかしら？一言で言うと、イースター島は絶海の孤島と言うべき島なんだ。イースター島から最も近い島であっても、直線距離にして2000キロほど離れており、外界から切り離された状態で人々が暮らしていたため、イースター島は、世界の中でも類を見ない、独自の文明を築き上げてきたんだ。宮古島くらいの、決して大きいとは言えないサイズの島が、外の世界から遮断された状態で、1000体くらいの巨大な石像を作ったっていうことね。そう考えると、当時イースター島でモアイを作っていた人たちって、相当すごいわね。そうだな。そしてこの、ある種特異的な文明、特にモアイ像の貴重さから、イースター島の一部が、ラパヌイ国立公園として世界遺産に登録されているんだ。イースター島で育まれた文明は、地球上のどこを探しても害が効かない、人類にとって貴重なものっていうことね。ああ、そして、イースター島を世界遺産として認めさせ、有名にした立役者であるモアイだが、一言でモアイと言っても、実は少しずつ違いが存在することが知られている。例えば、帽子をかぶっているものや、目玉が描かれているもの、さらに変わったところで言うと、正座をしているモアイも発見されているんだ。え、こんなモアイもいるのね。オーソドックスな形のモアイしか知らなかったわ。まあ大半のモアイは、みんながイメージしているような形をしているがな。このように、モアイの中でも少しずつ個性が存在するわけだが、ほとんどのモアイに共通して言えるのは、かなりの巨体をしているという点だ。モアイは平均で高さ4から5メートル、重量は20トンにも達し、最大のものでは高さ22メートル、重量180トンにもなる。ちなみに、高さ22メートルはだいたい8階建てのビルと同じくらいだ。モアイって、そんなに大きいものもあるのね。それだけ大きかったら、モアイを一つ作るのでさえ、すごく時間がかかりそうね。現在の研究では、平均的な大きさのモアイを1体作るためには、20人の職人が、1年以上の時間をかけて作業することが必要だと考えられているみたいだ。確か、イースター島にはだいたい1000体のモアイがあるって言っていたわよね。職人20人がかりで1年かかるなら、とんでもない労力をかけてモアイは作り続けられてきたというわけね。そう考えると、モアイは低い階級の労働者が、無理やり作らされていた気もしてしまうわ。それについては、はっきりとしたことは言えないな。だが、モアイはかつてイースター島に住んでいた者からすると、信仰の対象であり、心の拠り所になっていた可能性が高い。そのため、進んで作り上げようとする人も多かったはずだ。そして近年、モアイ作成によって、現実として人々の生活が豊かになっていた可能性がある、とされる論文が発表されたんだ。その論文では、どういう風に人々の生活にプラスに働いたとされているのかしら？具体的に言うと、土壌が豊かになることで、農業が栄え、収穫が増えたとしている。それって、信仰の対象であるモアイが見守ってくれているから、イースター島に住む人々が、農業に精を出しやすくなったっていうことかしら？その効果も確かに考えられるが、今回は人の心の拠り所になったという、間接的な影響ではなく、具体的かつダイレクトに、モアイの存在が収穫の量に影響していたという話だぜ。そう言われてもいまいちわからないわ。
この話を理解するためには、農業と土壌の豊かさの関係について知る必要がある。基本的に農業は、一つの場所で繰り返し行われるほど、土地が貧しくなっていくものだとされている。え、そうなの？植物は光合成ができるから、栄養は勝手に補給されていくんじゃないかしら。それは、炭素化合物で構成された栄養の話だな。植物が生きていくためには、糖やデンプンといった、光合成で自ら作り出すことができる栄養の他にも、リンやカルシウムから作られた化合物、言い換えると肥料が必要だ。そしてこれらは、光合成によって作り出すことができず、土地から吸収することで賄っている。そのため基本的には、農作物を育てれば育てるほど、リンやカルシウムといった栄養が失われていき、その土地は農業に向かない成分へと劣化してしまうんだ。あれ？でもそれって、少しおかしくないかしら？確か、メソポタミア文明やインダス文明みたいな、かつて存在した巨大な文明って、1000年以上の長い間、決まった場所で繁栄していたわよね。文明が栄えるためには、当然、その場所に住む人が暮らしていくための、大量の食料が必要になるから、その分、都市の近くで農業が発展してきたっていうことだと思うんだけど、もしマリサの言う通り、農業をやればやるほど土地が貧しくなっていくなら、一つの場所で、長い間文明が発展することはありえないんじゃないかしら。いい質問だぜ霊夢。その問いに答えるには、人類の文明は巨大な川の近くで発展してきたという事実の、隠れた意味について理解することが不可欠だ。隠れた意味？ああ、川の近くに文明を作るメリットは、普通に考えると、水の供給が楽になったり、漁業を行うことで食料の供給量が上がったり、船を使うことで、物資の移動が楽になったりする点が挙げられるだろう。だが、これらのメリット以外に、川の近くでは洪水が起きやすいという、一見デメリットにしか思えない要素も、文明の発展に寄与してきたと考えられている。え、洪水って悪いイメージしかないんだけど、どういう仕組みで、文明の発展にプラスに働いたと考えられているのかしら。一言で言うと、洪水には、リンやカルシウムなどの栄養源を豊富に含んだ、肥沃な土を運ぶという役割を持っているためだ。さっき軽く説明した通り、植物が育つためには、リンやカルシウムの化合物、つまり肥料が必要だ。そして、文明の周りで農業を行い続けると、農作物の成長によって、これらの栄養が土地から失われていき、結果的に、農業に向かない痩せた土地に変化していってしまう。ところが、洪水によって上流の豊かな土が運ばれてくると、いわば土壌に大量の肥料を与えることになり、継続的に農業を行い続けることが可能になるというわけだ。文明が川の近くに作られることが多いのは、洪水によるメリットを享受するためという側面もあるっていうことね。その通り。さて、話が少し逸れてしまったから、一度整理するぜ。かつての学説では、モアイは単なる信仰の対象として考えられてきたが、モアイを作ることで、実際に土地が豊かになった可能性がある。という学説が、最近では唱えられるようになってきた。通常、農業を行うと、土地に含まれるリンとカルシウムの化合物、つまり肥料となる栄養が失われていく。そのため、一つの場所で農業を行い続けることは、一般的には厳しいとされている。例外的に、メソポタミア文明やインダス文明などの古代文明の近くで、農業が継続して行われ続けたのは、近くに存在する巨大な川の洪水によって、上流の肥沃な土が定期的に供給されているためというわけだ。なるほど。農業を行うためには、肥料をいかにして土に与え続けるかが重要というわけね。それなら、イースター島ではどういう風に、肥料を土壌に供給していたのかしら。イースター島って、宮古島ほどの大きさしかないっていうことは、洪水による栄養の補給はできないわよね。その通り、イースター島は海の中に取り残された、いわば孤島であり、メソポタミア文明やインダス文明のように、外部からの栄養の供給は基本的には行われなかった。そのため、農業によって徐々に土壌は痩せていき、食料の確保が難しくなっていったとされている。だがそんな中で、土壌の豊かさを保つ、ほぼ唯一の手段として活躍したのが、モアイ作成だ。モアイを作るためには、巨大な岩石を削り、形を整える必要がある。そしてその岩石の破片には、リンやカルシウムが含まれていたため、モアイ作成によって、周囲の土地に肥料が供給されたと考えられているんだ。実際、モアイの原料となる岩石を取り出す、採石場の近くの土壌は、島の他の地域よりも、リンやカルシウムなどの栄養が豊富に含まれていることが、最近の研究によって判明した。そのため、結果的にモアイ作成は、信仰の厚さなどの精神論ではなく、現実として農業を支えていた可能性が高いというわけだ。モアイを作る際に生まれる石の破片が、土壌を豊かにしていただなんて面白いわね。モアイが本当に収穫量を上げていたかもしれないって考えると、すごく神秘的に感じるわ。当時の人たちは、ここまで計算してモアイを作っていたのかしら。いや、農業に対してプラスに働く仕組みそのものを理解していたわけではないはずだぜ。実際、モアイを設置することではなく、モアイ作成の際に発生する岩石の破片が土壌を豊かにしていたため、もし、土壌を豊かにする仕組みを理解して、モアイを作っていたとするなら、
モアイを見晴らしのいい場所に、労力をかけて運ぶ必要はなく、また、そもそもモアイのような複雑な石像を作らずに、単に栄養となる岩石の破片を農地に撒いていただろう。確かに言われてみればそうね。当時の人たちは、モアイを作ると収穫が豊かになるという経験則によって、モアイ作成の日々に励んでいたというわけね。その通り。とまあ、ここまで、モアイによっていかにイースター島の農業が支えられてきたのか説明してきたわけだが、最近になるまで、モアイの存在はイースター島の住民にとって、単に悪影響を与えるだけの存在だったのでは、と考えられることが多かった。それってどういうことかしら？順を追って説明していくぜ。実は、イースター島は一度滅んでおり、現在イースター島に住んでいる人は、すべて外部からの輸入者だ。そして、イースター島が滅んだ理由については、長年の間、議論が交わされてきたわけだが、最近になるまでは、島民同士の争いが主な原因だという学説が主流だった。具体的には、次の流れで争いが生じたと考えられていた。イースター島では、周知の通り、大量のモアイ像が飾られているわけだが、モアイ像を運ぶためには、それだけ大量の丸太が必要だと考えられていた。そして丸太を確保するために、イースター島に存在していた森林を大量に伐採し、無計画な環境破壊を行ってしまい、その結果、島民を養うだけの食料を得ることができなくなり、島民同士で資源の奪い合いなどが発生した、とされていた。簡単に言うと、モアイを作るために木材を使いすぎて、資材が枯渇してしまったため、島民同士の争いが発生し、イースター島は滅亡したと考えられていたわけね。その通り。そしてこの学説は、長い間有力な説として広く知れ渡ってきたが、近年では、これに反する説も次々と唱えられているんだ。反対意見となる説って、具体的にはどういう内容なのかしら？一つは、モアイの運搬には丸太が使われていなかったため、モアイが原因となった森林伐採は、行われていなかった可能性があるという説だ。モアイは丸太の上に乗せて運ばれてきたわけではなく、三方向からロープを結びつけ、前後にうまく揺らすことで移動させていたという学説が、最近になって注目されるようになり、実際に研究者たちによって、モアイのレプリカの移動を成功させたという報告が挙げられている。ロープだけで、モアイみたいな巨大で重いものが運べるのね。ああ、また、島民同士の争いが、想定よりもかなり規模が小さかった可能性がある、という説も唱えられている。争いで使われていたと考えられていた、またという鋭い歯を持った道具が、実は、近年行われた解析によると、人を傷つけるのには向かない、殺傷能力が乏しい構造をしており、田畑の工作や食べ物の加工などの、農作業のために作られていた可能性が高く、また、イースター島で亡くなった人の骨を調べると、マターによって傷を負った人数は、極めて少ないという報告がされていたりする。付け加えると、島民に広く使われていた石器は、一つの場所で作られていたため、少なからず、島民同士の友好的な関係が存在していた可能性が高いとも考えられているんだ。かつて主流だった学説と、食い違う発見が次々とされているわけね。冷静に考えると、モアイという大きなものを作り上げたっていうことは、それだけ協力関係が強かったっていうことだもんね。まあそういう風に考えることもできるな。まとめると、かつての学説では、モアイ建設は環境破壊の元となり、食料の不足を原因とする、大規模な島民同士の争いの種となっていたため、モアイは、かつてイースター島に住んでいた人に、害をもたらしていた存在だと考えられてきたが、最近発表された新しい学説によって、モアイは食料不足の原因となるどころか、農業の発展に寄与していた可能性も考えられるようになってきているというわけだ。つまり、麻薬の結論に変わっていったということね。ちなみに、イースター島が滅びたのは、結局どんなことが原因だと考えられているのかしら？それについては、まだはっきりとした結論は出ていないが、19世紀に発生した、南米人による奴隷狩りが主な原因だとされているみたいだ。それは悲しいわね。もし、奴隷狩りが発生しなかったら、今もイースター島には、かつてモアイを作った人の子孫が生き残り、モアイの真相にも迫れたかもしれないのにね。そうかもしれないな。とまあ、今回はこんなところかな。ありがとうマリサ、今回も面白かったわ。特に、モアイ像を作ることが、本当に豊作に繋がっていた可能性が高いという話が新鮮だったわ。まあ、この説はまだ若いため、あまり知られていないからな。モアイについてもそうだが、考古学は、もともと少ない材料から想像を膨らませて、かつての人々の暮らしを思い描くことで成長してきた学問だ。だが、最近では科学技術の進歩によって、今まで見つけることができなかった。当時の文明を指し示す、わずかな痕跡を見つけることができるようになり、従来の学説では、常識とされていた考えを覆すような事件が、続々と発生している。例えば、かつての学説では、ピラミッドは奴隷によって作られており、当時の労働環境は劣悪だったと考えられていたが、この説は間違っているというのが最近の学者の見解だ。じゃあ、ピラミッドを作った人は、どういう人たちなのかしら？当時のエリート建設労働者の幹部たちだと考えられているみたいだ。
ピラミッドの建設作業を行っていた労働者たちは、十分すぎる量の食料を与えられ、王族に近いような待遇の中で働いてたとされている。さらに、労働者の墓地はピラミッドの麓に作られ、亡くなった後も丁重に扱われていたという研究結果も報告されているんだ。従来の学説とは逆で、恵まれた環境で働いていたっていうことね。その通り、今回の話から、従来の学説では悪として考えられていた存在が、実は、当時の人々にとってプラスに働いていた可能性もあるということが、少しでも伝わったら嬉しいぜ。聞き馴染みのない話でも、固定概念にとらわれず、フラットな視点で向き合えるようにしたいわね。そうだな。さて、今回はこんなところで終わろうと思うぜ。最後までの視聴、お疲れ様だ。こんな感じで、科学の面白そうな話を解説しているから、よければまた遊びに来てくれ。チャンネル登録、高評価してくれると励みになるわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。